おい、こんにちは、やすです。このチャンネルはですね、日本酒をたくさん飲んで、英語と日本語でどんどん紹介をしていき、気持ちよく、酔っ払いながら、いろんな独り言を言っていくというチャンネルになってます。で、今回は、シャラクを飲みながら、毎月恒例の積立 NISA の結果、21ヶ月目の結果を、こんな感じになったよっていうふうに話していきたいと思います。で、今回飲むシャラクの方が、福島県のお酒で、かっこいいよね。この微妙に赤めな感じ、シャラクっていう風にラベルがあって、お米がね、備前お餅を使っている純米吟醸になります。で、蔵元さんは宮泉名醸って書いてあるのかな？そうだね。で、飲んでみたいと思います。シャラクは好きなんで。いや、もうね、今年は結構いっぱいシャラクを飲めるチャンスがあって、飲めば飲むほどファンになってるっていう。おいではではでは、乾杯です。のあね、爽快だけど、やっぱお待ちのなんかね、ちょっととろっとした甘い感じの香りがするよね。すごくいい香り。で、味の方は、うま。お餅のジューシーな感じで。なんかね、お餅のお酒って濃厚でジューシーで、でもなんかちょっと蜂蜜っぽいよね。うまく言えないけど。このね、後味のね、ジュワーっていうジューシーさ加減のお餅の味がむちゃむちゃ好みです。ああ、美味しいな。それでですね、積立 NISA を始めて、21ヶ月目が立ちましたと。で、積立 NISA って何なのっていう人のために、あれ？なんだっけ？マックス年間40万円を指定された、確か預貯金もできるのかな？忘れちゃったんだけど、お金をどんどん入れていって、この運用に回して、20年間かな？の間の利益分に関しては税金がかかりませんよっていうやつです。で、ちょっとこのね、お酒は延々に飲み続けて、いろんなお話ができたなと思うので、毎月こんな感じになりましたよっていうのを発表してるんですが、で、その積立 NISA っていうシステムを使って、前財界株式の投資信託を毎月、一定の金額、同じ金額を、買い続けてると。で、俗にオルカンってやつだよね。で、投資信託の、インデックス投資ってやつなんですが、とりあえず21ヶ月目が経ちましたと。あっという間だよね。で、もしそのオルカンをね、毎月定額21ヶ月積み立てたら、満額ね。まず、現時点での評価額っていうのは72万3846円になっています。で、運用収益率っていうのが、プラス3.4なんで、平均よりはちょっと低いから、でもしょうがないよね。こんだけもうぐっちゃぐちゃだから、金融相場。それでもね、全然プラス3.4%。実際の金額で言うと2万3845円プラスなんで、順調なのではないでしょうか。基本、いい時も悪い時も含めて、アベレッジに収束していくっていうのが、何々パーセントのリターンですよっていうことなので、基本ね、全米、
とか SP500 はだいたい 5%、6% ぐらいに収束するし、全世界株式がだいたい 4% 前半から4%後半ぐらいだと思うんだよね。まあ、引き続き、まあ、何も考えずに設定して毎月定額をこう積み立てていけば20年後、30年後にきっちりとしたお金になるんじゃないでしょうか。まあね、そんな感じの報告でしたと。で、まあこれはね、日本酒の、チャンネルになるので、福島県にある宮泉名城さんが作った、写楽純米吟醸備前お待ち、いい感じで美味しいので、ぜひぜひ飲んでみてください。で、もしなんか皆さんの方でおすすめの日本酒あったら教えてほしいです。ちょっと新しいの試したいんで、もしここまでまだ見てる方がいたらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。そんな感じかな。じゃあね、バイ。